はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、aupay のアプリから100ポンタポイント追加で100ポイントもらえる aupay ポイント運用キャンペーン開始、使い方や追加方法など解説ということで、今回は aupay そしてポンタポイントについてお伝えしていこうと思います。この動画では aupay のポイント運用を使って誰でもサクッとキャンペーンを使って100ポンタポイントがもらえることについてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回お伝えさせていただくサービスがこちらの a u p y ポイント運用というようなサービスとなっております。 で、こちらがですね、今回は今なら誰でも100ポンタポイントがもらえるキャンペーンというのを開催しているんですが、ちょっとこのキャンペーンの詳細は後ほどお伝えします。で、そもそもですね、この a u p a y のポイント運用の特徴ということで、ちょっと公式ページをですね、そのままちょっと引っ張って簡単にまとめてみました。まず一つ目なんですけども、講座解説がなくて a u p a y のアプリがあれば即利用が可能ということになっております。まあ、結構こういったサービスのイメージって、まあ、講座を解説して何日かたってとかなんかいろいろ手続きが面倒なイメージではあるんですけども、 まあそういったのなくて、すぐにこの aupay のアプリがあれば誰でも使うことができます。ちなみにですね、このサービスを使うときは100ポンタポイントから追加可能となってますんで、まあそこら辺も結構やりやすそうですよね。で、次に資産運用の疑似体験ができますよということですね。まあ今回はですね、普通に aupay のポンタポイントを使って行うことができるので、本当もう投資に近いようなことを簡単に行うことができます。ちなみにですね、そのポイントなんですけども、まあちょっとここにもですね、ちょっとした説明が出ております。 a u ペンのポイント運用は、お持ちのポンタポイントを運用ポイントに振り替えてご利用いただける疑似投資体験サービスです。運用ポイントは、金融商品である投資信託の価格増減に連動して、毎日18時頃に更新されますということですので、まあ、簡単に言うと、このポンタポイントを使って投資信託しましょうみたいな感じのイメージでいいと思います。まあ、ですけども、これはまあ、投資に近いものではあるので、もし行う際はですね、自己責任でお願いします。 でですね、まあ、ちょっと前もお伝えしたことがあるんですけども、ちょっとポンタではなくて、これ PayPay なんですけども、今僕自身ですね、PayPay でボーナス運用というようなサービスを行ってます。ま PayPay、あ、で付与されたボーナスを、まあ、勝手に運用してくれるサービスなんですけども、それに毎回ボーナスがあったら、自動的に運用してくれるサービスに突っ込んでるんですけども、今現在は追加したボーナスとして、9768円分を追加してて、プラス2560円分が今増えてるということになってます。今現在運用中の残高として、 12328円分が動いてますよということですね。まあ、こんなに増えるとは思ってなかったです。ちなみにコースはチャレンジコースで PayPay ペペの場合は動かしてますね。全然あの引き出してもないですし、コースの変更は全然行ってないです。 で、AAP のポイント運用に戻りまして、引き出し自体はですね、1ポイントから可能となってますんで、もしこのポイントちょっと使いたいなという時は、まあそこら辺も考慮できますよと。ちなみにその引き出すポイントについては、ポンタポイントの通常ポイントとして戻ってきます。なので、そのポンタポイントは AAP の残高にチャージができたりとか、またはポンタポイントが使えるとこで普通にポイント利用としてお買い物もすることもできます。そして4つ目、みんなの運用状況も確認可能ということなんですけれども、これに関してはちょっと後ほど画面を見せたいと思います。とということで 早速ですね、100ポンタポイントもらっていこうと思います。で、今出てるようにですね、100ポイント以上追加することで100ポイントがもらえるので、ポンタポイント100ポイント持ってる方であれば参加することができます。で、キャンペーンの詳細なんですけども、まず12月24日からスタートしまして、2021年の2月の26日金曜日までのキャンペーンとなってますんで、結構長めのキャンペーンですね。で、特典として、キャンペーン期間中に AU ペーのポイント運用で、 ポンタポイントを100ポイント以上を運用ポイントに追加した場合、ポンタポイント100ポイントが全員にプレゼントされますよということですので、正直なところ、これはぶっちゃけもう100ポイント以上持っている方であれば誰でも参加する価値はあるんじゃないかなと思います。で、キャンペーンの対象者として、キャンペーン期間中に a u p イのポイント運用にて、ポンタポイント100ポイント以上運用ポイントに追加された方ということですので、たったこれだけ行うことで100ポイントもらえるので、もう結構ね、シンプルで簡単なのかなと思います。 で、ポイントが還元される日なんですけども、2021年の3月末頃予定ということですので、もうこのキャンペーンの期間が終わって1ヶ月ぐらい経った後なので、まあ忘れた頃に100ポイント付与されるかなという感じですかね。で、早速ですね、a e p のアプリからやってみたいと思います。まずは、普段の a e p の画面を開いていただきましたら、まずご自身のポイントのチェックをしてください。僕の場合はポンターポイントは5947ポイントということで、まあ、つい最近ね、あの、吉野家の20%還元かなその、10%還元か。あの、そのキャンペーンの分が付与 されてたので、まあ、それを使ってもいいいと思いますでこの画面から少し下に下がっていただくと、左上にですね、100ポイント還元、ポイント運用という項目がありますので、ここをタップしてください。そしたら AUPE のポイント運用の画面が出てきますんで、まあ、先ほどお伝えしたように100ポイントもらえるキャンペーンも行っているというようなバナーが出てます。で、ここの今すぐ AUPE のポイント運用を始めるというところをタップします。そしたらですね、利用規約の画面が出てきますんで、これを確認したら、 ここにチェックを入れてください。で、チェックを入れたら、ここの同意するをタップします。そうするとですね、まあ、ちょっとしたチュートリアルの画面が出てくるんですけども、その際に、 で、ここの次 A でいいと思います。で、またどんどん画面を進んでいくと、AU ペンのポイント運用の画面のトップページに出てきます。で、画面を下に下がっていただくと、ここにですね、追加するという項目がございますんで、ここをタップしてください。早速入れてみたいと思います。で、真ん中にですね、何ポイント追加するという風に出てくるんで、ここのところですね、タップしたら、まあ、僕の場合ですね、今回試しに100ポイント入れてみたいと思いますんで、100という風に入れます。で、追加するというところをタップしたら、確認画面が出てくるんで、運用ポイント追加してもよろしいですか追加する運用ポイント 100ポイントということでここの追加するをタップしますそしたらですね運用ポイント100ポイントということで真ん中に出てくればこれで操作は完了です結構やり方としたらめちゃくちゃ簡単ですよね <laughs> でですねまあ、先ほどもお伝えしてたここですねみんなの運用状況というところで ま、下の解説にも出てるように、現在運用ポイントを追加する人が多いようですということで、ま、多分ですけども SN、SNS 上とかで、ま、結構このキャンペーンとか盛り上がってたんで、おそらく、いろんな方がこの100ポイント追加を行っているから、この今87%になっているのかなというふうに思います。ま、このキャンペーンが終わったりとか、そのキャンペーン中とか多分これが動くと思いますんで、ま、そこはね、どんな風になるかちょっと見どころではありますね。 でですね、この運用状況についてなんですけども、しっかりと詳細についても出てまして、ここの詳細はこちらというところをタップしたらですね、みんなの運用状況とは何ですかというふうに出てます。ポイントを運用しているすべてのお客様の追加するお客様と引き出す。 割合を表しています。当日と前日の注文を元に算出していますということですので、まあ先ほどお伝えしたように、やっぱりこのキャンペーンっていうのはあって、まあ当日この追加してる人が多いのかなというふうに思います。なのでこのポイント運用自体もね、特にまあやったことない初心者の方でも、まあこういったのを目安にするのもまあ一つの方法かなと思います。まあけどね、これが全て正しいというわけではないので気をつけてください。で、あとですね、ちょっとここはちょっと確認した方がいいかなと思いまして、まず運用のポイントに追加したのですが、いつから変動するのですかということで なんですけども追加してすぐに動くというわけではなくてまあ、ここにもアンサーがしっかりと出てます営業日13時までに運用ポイントを追加した場合 2営業日後の基準価格で運用が開始されます。また運用ポイントはその翌営業日18時以降に変動します。それ以降は毎日18時頃に変動します。変動するのは営業,営業日のみですということですね。なので入金してすぐに動くというわけではないので、ここは気をつけてください。例えば金曜日の13時に入れたとしても、運用開始するのが2営業日後の、まあ水曜日からということになります。 そしてちょっとここも見ていただきたいですね。ここの引き出しのサイクルについて教えてくださいということで、引き出すときにすぐに行われるというわけではなくて、ちょっとここも見ていただきたいと思います。 アンサーなんですけども、営業日13時までに運用ポイントを引き出した場合に、2営業日後の基準価格で引き出し時のポイント数が確定し、その翌営業日13時以降にお客様のポンタポイントに反映されますということですね。なので金曜日の13時までに引き出しというところの操作を行うと。そして2営業日後になるので、まあ土日の場合はお休みと。で、月カーで1営業日、2営業日、それが終わった後の水曜日ですね。 水曜日のところでやっと範囲がされるということですので、引き出しボタンを押したからすぐに出てくるというわけではないので、ここは気をつけてください。なので、ま、先にね、これに関してはカレンダーとかでチェックを入れておくのがいいと思います。で、米印にも注意点がちゃんと出てるんですけども、状況によっては本サイクル通りに範囲されない可能性もあったりですとか、ま、アカウントの状況によってはポインタポイントの範囲が予定日から4週間程度遅れるという場合もありますんで、これも事前に踏まえた上で参加するのがいいのかなというふうに思います。 以上がこの a u p のポイント運用について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。でですね、また a u p をインストールされてない方いらっしゃいましたら、まあ、ぜひですね、このタイミングで入れていただくのもいいのかなというふうに思うんですけども、まあ、その際はですね、このポイントサイト経由も口酸っぱくですね、お伝えしてるんですけども、ぜひともポイントサイト経由を僕はお勧めします。 で、今回お勧めさせていただくのはこのチョビリッチというポイントサイトなんですけども、これを経由してインストールされたらちょっとお得にですね、ポイントもらうことができます。まず、チョビリッチをですね、開いていただきましたら、右上の虫眼鏡のマークをタップしていただきます。そしたら、検索のバーが出てくるので、ここで aupay と入れてください。au の間にスペースを入れると分かりやすいです。ここで検索をかけていただくと、結構下の方にですね、aupay1760 ポイントという風に出てきます。 ま、実際にですね、ここをタップしたら、ご覧のような画面が出てくるんですけども、今現在12月24日木曜日現在であれば、AAP インストールすることで1760ポイント。これは、チョビリッチで言うと880円相当分がもらえるということになります。お得ですよね。普通に AAP インストールしただけで、もらえるっていうのは。まあ、けどですね、これに関しては、日によってはちょっとポイントの変動がありますんで気をつけてください。で、あともう一つここを気をつけていただきたいんですけども、AAP をインストールして終わりではなくて、こういった案件によってはその、ポイントの獲得 方法というのは若干変わってきます、まあ、この AAP の場合なんですけども、新規アプリインストール後、決済完了で成果となりますというふうに出てたりとか、まあ、ちょっとした注意書き的かも出てますんで、しっかりとそこを読んだ上でインストールを行ってください。インストールする際は下の方にですね、サイトに行くというところがあるので、ここにタップをしたら、iPhone の場合だと App Store の画面に切り替わりますんで、ここから普通にインストールをしていただければ、バッチリです。 ちなみに先ほどお伝えしたチョビリッチで貯まったポイントに関しては、現金であったりとか、他社のポイント、まあ D ポイントだったりとか、まあそういったポイントにも交換することができますんで、まだインストールされてない方はですね、ぜひともチョビリッチ経由でインストールしてみるのもいいのかなというふうに思います。まあそんなこんなで今回は AUP ポイント運用について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあやることとしたら本当に100ポイント追加するだけにはなるので、本当に特別難しいことではないのかなというふうに思います。で、しかもですね、多分今日 ぐらいのタイミングで今日か昨日ぐらいのタイミングで AUP のキャンペーンで参加したポイントとかが付与されている方が多いのかなと思いますのでその分の100ポイントをサクッと入れるぐらいなのでまぜ、あ、ひともですね気軽に参加してみるのもいいのかなというふうに思いますで一応お伝えしておくとやっぱりポイント運用ということでまあ、投資に近いところではあるのでもし行う際こちらは自己責任でお願いしますあとですね先ほどお伝えしたポイントサイトちょびりちの登録まだの方いらっしゃいましたら下の概要欄に登録のリンク貼ってますんでこちらもぜひ気になる方はチェックしてみてくださいとということで本日の の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました。